すいません、今客席にいらっしゃる1列目2列目の方は多分皆さんしてくれてると思うんですけれど、お持ちのマスクとフェイスシールドをつけて、見てくれたらなと思います。皆さんご協力お願いします。お願いします。ようこそスモールワールズへ。ここはあなたの住む世界ととても似ていて、でも何かが違う。そう、もう一つの世界。私はこの世界を愛している。ちょっと失礼。みんなご挨拶だ。じゃあ行くよ。スモールワールズ、そこはすぐそばにあって遥か遠くまで行ける世界。スモールワールズ、そこは小さな夢が広がって大きな希望に変わる世界。さあ、あなたももう一つの世界に遊びに来ませんか。 Welcome to Small Worlds。Bye.
もここスモールワールズで未来ステージにて公式アンバサダー特別ライブを行います。じゃあまずは自己紹介からいきます。じゃあマリアから。はい、君は羊ですか？いいえ、馬です。君と羊と馬と書いて群馬県から来ました清水マリアです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、お壁リンリンリン。もしもし、茨城県から来ましたリンリンこと岡部リンです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日も楽しくエリエリオーで頑張ります。神奈川県出身の小田恵里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。さあ今日はアンバサダー配信が年内ラスト配信になります。ついにラストになってしまいました、ね、そして今日のオープニングはパーティーが始まるよ披露させていただきました。懐かしいね。お代理は先にさ、うん、あの劇場デビューをあの4人で、うん、ゆいゆいとナナセとあやねちゃんとやってるけど、私たちは本当にこのパーティーが始まるようで劇場デビューしたから、うんねうん、まあ、エイトとしてもね初めてやったのがパーティーが始まるようだったので、うん、懐かしい曲だったけど、超懐かしいよね。何が懐かしいってこのさ途中のこの時にみんなであの花道に劇場の花道にいる人たちから一言一文字ずつか文字ずつえいとのおえってやつ、はい、え覚えてる人います？これやってたの。やばい、嘘でしょ、毎回やってたのにさ、ね、こういうことをやってたっていうのを知ってる人、うん、もしくはその時、うんうん、エイトの、あの公演に来てくれてた人って今どれぐらいいるんですか？確かに。あ、でもいるよ。いるけどそんなにいないってことは、ね、じゃあパーティーが始まるよ公演エイトのやつ見に来てくださったよって方は、うん、結構おお。でもそれからね、うん、新しくエイトを知って好きになってくれた人も多いってことだね。嬉しいことだね。嬉しいことですね。ありがとうございます。そんな懐かしい曲で今日は始まりましたけれど、うん、公式アンバサダー2回目のライブだね、うん、クリスマス、そうクリスマスにもやったから、うん、でも今日はあのね、そんなにライブじゃなくてね、そうだよね、大事なやつがあるからね。そうそう、あれがあるから、今日はあれがあるから、ね、やばいよ、80点以上取れるかな、大丈夫。ずっとさ前からさ、うん、テスト不安だよとかテストどうなるかなとか言ってるけどさ、うん、テスト勉強した？確かに勉強っていうか、うん、その公式サイトを見たりとか、うん、私はあとスモールワールズレポって調べて、すごい、あの来た人がなんかレポート上げてくれてたから、それを見てちょっと、うん、頭にちょっとだけ入れて、でもそんなこと言っといて80点取れなかったら何を見てきたんだってなっちゃうからね。うん、いやいや、すごい。でもね、直前にパンフレット見たもんね。見た、一緒に、うん、あとの詰め込んだ、うん、直前に一夜漬けタイプだね。一夜漬けタイプだから、ね、頑張るぞ、頑張ろうね。、うん、さあ、そろそろ年末ですけれど、そうだよね、1年どうだった？この1年どうだった？どうだった？え、でもなんか、うん、なんか終わりよければ全てよしみたいな言葉あるじゃない、うんうん、なんか本当なんか12月はたくさんいろんな活動させていただけたから、うん、なんかすごい楽しかったなって思えた。わかる、ね、すごくわかる、うんうん、ね、なんか夏とか春の時お家にいすぎてなんかね、ふわふわってしてたけど、うんうん、でもこの後半になってからこのアンバサダーになったことで、うん、なんか皆さんともめちゃめちゃ会えるし、そうだよね、うん、特にお代理とマリアとかにはすごい頻繁に会うようになったから、ね、本当に、うんうん、なんか楽しいで終われてよかったよ。ね、よかった、ね、嬉しいよね。テストどうなるかわからない。確かに怖い、それは怖い。ね、うん、あ、そういえばコメント見れたりしますか？あ、確かに、確かに。コメント見たいな。ありがとうございます。どうへい。あえ、何なんか最近さ、ショールーム定型文みたいなの入ってさ、あ、何これ押したらこれ押せできるの？うん、こんばんは、初見で最近ハマってる曲ありますか？あ、こういうの押せるんだ、すごいね。それ初めて知ったな。やばい、私めっちゃ勉強してるイメージできちゃった。でもみんなテスト頑張ってねとかってコメントある。嬉しい、ね、だって大事なポスターがかかってるから。そうだよ、そうだよ、ね、しかも告知結構1ヶ月以上前、いつだ、11月の初めだったよね。そう、結構期間あったからさ。やばいやばいよ、やばいよ。頑張ろうね、テストね、うん、頑張ろう。
なんか配信中にさ、うん、クイズとしてさちょっとミニテストみたいなやった時もさ、うんうんうん、配信見てくださってる方のコメントを参考にしてさ、うん、答えてたわけじゃん、うん、でも参考っていういい言葉使ったね、うん、カンニングね、カンニングね今日はそれできないだろうね。そうね、今日はノーヒントでいきますよ。あら、私服も素敵ですなんてコメントが。今日はみんなたまたま黒っぽい、ねね、お洋服が、ね、なったからすごい、お揃いになったね、今日。私の名前、鱗になってたよ。ひどい。どこで？どこで？最初のテロップかな。テロップ？嘘。公式のってことじゃ。嘘で？本当に？本当？謝って頭下げられたんですけど、誰だ拍手したの？誰だ拍手するとこじゃないですよ。鱗じゃない、あの魚じゃなくてあの鹿の方でよろしくお願いします。こんなところですかね。ありがとうございます。うん、さてさて、ここで告知です。12月の月間チャレンジ企画で、すでに視聴数を10万人超えまして、見事達成しました。すごい、10万人、すごいですね。すごい。2021年1月11日月曜日から15日金曜日の5日間、17時以降の入場がなんと無料になります。皆さん、おめでとうございます。無料ですよ。すごい。ただあの事前登録が必要となりますので、公式ショールームまたはツイッターをご覧ください。1月11日がそして私たちの公式アンバサダー配信になります。そこで明けおめですかね、うん、だね、だね。嬉しい。ファンの方と会えるのもそこになるのかな。あ、みんなどう、あのここじゃないけどお正月のライブは何か出ますか。え、わかんない。把握してないね。把握してない。多分エイトは多分ね、2日か3日にニューイヤーパーティー、ーなんとかかんとか。でも出ない。出ないや。出ない出ない。ちゃんと正月する。ほんと家で、家で正月するかも。家でお正月だから私たちは、うん、なので私たちに会いたいなと、お正月に会いたいという方は1月11日にここに来てくだされば会えると思うので、皆さん待ってます。待ってます。それでは次の曲に行きましょうか。よしよし。あ、交換交換、ね、それでは聴いてください。どうぞ。
ことが好きだから、僕はいつもここにいるよ。人混みに紛れて気づかなくてもいい。君のことが好きだから、君と会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱい。好きだからを聞いていただきました。ありがとうございます。フルでやるの珍しいね、これ ね、ライブだと ね、短いバージョンだからね、いつもね、うん、いや盛り上がりました ね。さてさて、ここからはもうスモールワールズテストを行います。やばい、ついに来ちゃったよ。ついについにだね、はい、見事100点満点中80点以上取れれば3名メインのスモールワールズのPR ポスターを作ることができるみたいです。高くない、なんかやばくない、なんかボーダーライン高い気がする。8割か、そんなん取ったことなくない、テストで。そうなの、え嘘なんですけど、うん、そう、さらに一番点数が高い人がポスターのセンターとなります。これやばいよ、これひどいよね、格差社会、格差すごい。やっぱりこれはね、センター取りに行きたいよね、この人だったら。ね、これ見ちゃうとさ、うん、ね、なんかセンター以外いるかいないか分からないよね。ミニチュア、ミニチュアだ、ね、ミニチュア、スモールだ ね。そう、そして、ただし、一人も80点以上取れない場合は、うん、ポスター作成はお預けとし、2021年にツイストするって。やばいぞ。でも、ツイシあるんだね。確かに、優しい。ツイシあるのね。でも、頑張ろう。はい。追試って言葉本当に久しぶりに聞いたんだけど ね追試やったことある、実際さ、中学生とか高校生だった時。え、全然ある、うん、マジ、うん、え、ないの逆に。あるよね、うん、私はね、歴史だけいつも、歴史と古典いつもね撮ってたね、追試を、うん、得意そう、その2つ。確かに、ね、全然だった。なんか数学とかはめちゃめちゃ得意だったんだけどね、歴史ダメだったね。すごい、え、かっこいい。覚えてない、何を追試したかを、ね、覚えてない、ね、あ、じゃあ準備 OK かい。 OK、 OK、 じゃあ、まあ、え、もう始まるってことだよ、テストが。え、やばいやばいやばい、緊張。じゃあ1問目お願いします。スモールワールズの入場料は、通常料金、イベント時は除く。待って、これはあの土日の17時以降の土日のとかならわかるけどな。え、私のですか、これは私の、あ、通常、通常でですね、年パス持ってない人のっていう。え一般のですね。週刊チャレンジとか関係なく、やばいやばい、めっちゃ聞くじゃん。じゃあ書きましょう。やべえ。いや、やばいな。ただいま回答中でございます。ちょっと待って、どうしよう。岡部完了です。 ODA も完了です。はい、清水もです。あ、これはもう今出しちゃって。あ、出す。あ、はい、じゃあ出します。はい、せーの、じゃーん。え、ちょっと会場にいるファンの方の反応が気になるんですけど、お代理なんて書いた。え、2980円。なんで2人一緒なの。お、一緒だ、一緒一緒、一緒で、なんで。りんちゃんのこと見たでしょ。え、見てないよ、最悪。なんでなんでですか。だって、私が当たってるとも限らないけどね。確かに、え、マリアは3800円。うおー、どっちだろう。なんか聞いたことない3800っていう数字。え、あれ違う。まあ確かにどっかで聞いたことあるけど、うん、でもここの料金かは分からない。確かに、はい、
で、これは回答で、あ、あれですよね、後でですよね。あ、そっか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 、後で回答なので、じゃあ、はい、次は、じゃあ第2問目お願いします。公式アンバサダーの就任式は何月何日です。え、これ、わかる。嘘。え、待って、書いちゃおう。え、待って、就任式ですもんね。小田凛ちゃんのこと見ちゃダメだよ。見てない。見てないです。なんで、なんで拍手、ね、なんの拍手。え、待って、かけました。 ODA はかけました。二人はどうかな。二人はかけたかな。なんかこのかけた。え、かけた。待ってよ。やばい、これ自信ないんだけど。なんかこれくらいの時いろいろありすぎていろんな記憶がごちゃごちゃじゃない。そんなことない。ごっちゃごちゃにはなってないけども、シンプルに思い出せない。嘘。やばい。待てよ。でもさ、ハロウィン近かった気がするんだよね。おお。ちょっと待って、もうちょっと後回しにするわ。後回しできません。はい、わかりました。後でみんなで一緒にね、答え合わせをするので、うん、早くちょっと待って。はい。じゃあ一応見せますね。3人の答えはこちらです。じゃーん、じゃーん。一番自信のあるお代理は11月1日。お、あっ。ちょっと待って、やばい。え、りんちゃんは何23。え、つい最近やん、それ、ね、やばい。めっちゃ最近じゃない。やばい。なんかさ、ハロウィン近くなかった。え、近かったよね。だよね。みんなでハロウィン来た。私外れだな、きっとこれ。じゃあ次行っちゃう。はい、じゃあ3問目お願いします。スモールワールズのお土産コーナーで販売している幸せを呼ぶ〇〇、動物の名前が入ります、何でしょうか。え、さっきお土産コーナーめっちゃ見たのに。見たよね。ねえ、え、どう、待って、文字が見えない。動物がなんて。動物の名前、幸せを呼ぶ〇〇。幸せを呼ぶ〇〇、動物の名前が入ってるの。そう。はい。え、幸せを呼ぶ〇〇。幸せ。でも動物の名前ですもんね。動物の名前、幸せ。これってどういう商品。動物の、え、形をした商品。あ、え、待って。もうやばいな、私。いや、動物が来るんでしょ。むずいな、これ。ちょっと見落としてたかも、ここ。見落としてた。あ、ね、お土産コーナーめっちゃ見たのに ね、さっき ね。見落としてた部分だ。かけた。かけたよ。かけた。うん。じゃあ出しますか。せーの。何？え、豚。ゾウ。あ、お、あれ？え？え？リンちゃんがゾウって言うとゾウかなって思っちゃう。ね、しかも今なんか待って、豚って言われたら豚になる。でもなんか客席なんかさ湧いてたよね今。どっちに湧いたの。2人が揃ってることに、あーすごいってなったのかも。確かに。え、何なんだろう。あー、もう真ん中取れない私も。諦めに入っちゃったよ。諦めないで。まだ3問しかやってないから。そうだよ、うん、はい、じゃあ4番目お願いします。スモールワールズは朝、昼、夜と一日の時間経過を表現しておりますが、実際の時間で何分で回してる。もうこれ完璧。え、嘘。習った、これ。習ったもうでっかく書いちゃった。朝、昼、夜ですもんね。朝、昼、夜。え、あ、一日の経過時間を表現しておりますが、実際の時間何分。なんかこれさ、配信で一回さ、出なかった、この問題。え、配信で出したやつは出さなくない。出してます、だって。でも同じ問題。え、じゃあ待って、私その日出てないです。記憶ないんだ。え、出てる。よくない。出てるでしょ。え、絶対出てない、絶対出てない。12月1日の問題ですか、これ。え、ずるいです、そんなの。ねえ、ずるい。朝、昼、夜だよね、これ。そうそうそう。こ
これ私お客さんが書いてたレポを見て覚えてた。うわっ、それが合ってるか。じゃあ出します。じゃじゃん。何分って書いてた？私30分。3分。3分、3分はね、絶対違うと思う。だってこの日出てなかったもん。だってちょっとお代理だけ不利だったね、これはね。私不利だった、ね。うん、ハートつけてるよね、でもそう、ハートつけた。なんか確かにさ、なんか変わるのが10分だから、朝昼夜だったら10分じゃなかったっけ。なるほどね。と思ったんだけど、え、違うかな。当たっててほしいな。いや、次ちょっとわかんなくなってきた。次行こう、次行ってみようか。じゃあ、5問目お願いします。あ、第三新東京市エリアは何県でしょうか。何県？え？え？東京じゃなくて？東京市エリアでしょ？え？え？どういうこと？どういうこと？あれ？東京じゃなくて？え？え？だ、え？ちょ、理解できない問題が。ね、ちょっと問題、どういうこと？第三新東京市エリアは何県でしょう？あれ？合ってるかな？どうだろう？多分、いや、どうかな。開けました。はい、じゃあ開けよう。せーの、じゃーん。おっ、はい、なんて書いた。お、神奈川。神奈川、神奈川、神奈川、神奈川。 おこれはね、かめなんかこの空気的にも合ってそうだ ね。拍手されちゃった。お、当たってそうですね。じゃあ次行こう。じゃあ6問目お願いします。フィギュアのサイズが2種類あります。答えてください。はい、回答例何分の1。おう、おう、オッケーオッケーオッケー。2種類、はい。これはね、何回も口に出して言ってた気がするな。うん、これはいけるような気がする。お代理回答書けました。書けた。じゃあ開けましょう。せーの、じゃーん、じゃーん。お、やばい。え、あれ、あ、みんな違う。80分の1、80分の1は多分合ってるよね。35分の1。35だったかもしれん。あれ、え、嘘。りんちゃんなんて書いた。30分の1って書いちゃった。ちょっと待って、私どうしよう。めっちゃ正解してる気がしてきた。え、嘘嘘嘘嘘嘘。やばい、確かに35分の1だった気がする。やばい。じゃあじゃんじゃんいきます。7問目お願いします。スモールワールズ総料理長の名前は。そんなんずるいよ、シェフ。だって絡みあるもん、マリア。シェフ、そんなんずるい。完璧。はい、全…え、いや、常識だよねえ、当たり前じゃん。毎回さ、ご飯食べさせてもらってるんだから。かけてる気がするぞ。はい、かけました。じゃあ、いきますよ。せーの。お、たくちゃん。そう、たくちゃん。たくちゃん。鈴木たくさん。たくちゃんが作ってんの。たくちゃん。あ、待って、ひらがなで書けばよかった。漢字間違ってるかもしれん。そうなの。そうだね、鴨志田シェフ。合ってるかな。鴨志田シェフ。一度鴨志田。漢字で書くの偉いね。書いた。確かに素敵なこと。じゃあ漢字で書いた人が正解。なんでそうなの。なんでそうなの。ダメだよ。漢字で書いた人が正解かな。ダメ、うん、じゃあね、それは回答の時にね。じゃあね、次8問目お願いします。スモールワールズの住所を書いてください。任しとけ。うわ、ちょっとこれ出ないって誰かが言ってたじゃん。え、カンニングしようかな。見ていい。え、ちょっと好感度下がるからやめよう。なんかガチで弾いてる声聞こえたよね。今え、ひらがなでいいですよね。なんでですか。
市とかですか、区とかですか、何ですか。どっちかな、どっち、え、どっちなの、どっちなの。よし、かけたぜ。今日一番自信あるよ、私これ。だってりんちゃんこれもう初日ぐらいから言ってたもんね。そう。よし、これでマリアを越せるか。小田がさ、え、ちょっと、蚊帳の外。でもかけましたよ、私も。かけた、うん、かけた。よし、せー、オープンするよ、はい、せーの、じゃん。え、どうかな。江東区マリアは行ってみて。え、東京都江東区有明 1-11-1。 おお。え、私めっちゃもうめっちゃ覚えてる。当たってんじゃん、絶対それ。東京都江東区有明1丁目 3-33 B 三角有明物流センター。すごい。いいな。小田は、小田は。え、私は短そう。東京都有明区 8-16。 有明区、有明区。すごい、新たな区が誕生したの。わかんない、わかんない、わかんない、有明区かもしれないですね。よし、じゃあ次行こうぜ。じゃあ9問目お願いします。このキャラクターの名前は、あ、え、かわいい。かわいい、かわいい、これ。え、ちょっと待って。待って知ってる、知ってる。かわいい。やばいやばい、知ってるんだよね。かけた、かけた。待って、早く待って。待って待って、本当に待って。ヒントください。ダメ。ないよ。ヒントください。来た、やばい、記憶障害になった。どうだ。やばい、もう本当最低。はい。じゃあ開けますよ、せーの。え、あれ、ダン。え、なんて書いた。空からちゃん。あれ、空からちゃん、空からちゃん。え、空やん。あ、あれ、あれ。空やん。嘘。え、空やん。マジ。空、空のんって書いちゃった、あれ。え、でも空はあってそうだね。あれ、え、空やん。やばい。よっしゃ。やばいやばいやばい。やばいやばい、これお題に合ってるかもしれない。よっしゃ、やばい。空からちゃんは絶対違う。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。わあ、最終問題だよ。やばいやばい。じゃあ10番目お願いします。でね、ここは何エリア、ここは何エリア。あ、わかった。はい、かけました、かけました、かけた。よし、じゃあ一斉オープン、せーの、じゃん。お便りは、え、世界の街エリア。 あれ、世界の国エリ ア, エリア。お、お、おっと、おっと、どっちだろう、世界の街エリア。あれ、え、どっちだろう。え、ちなみにりんちゃんさ、りんちゃんのフィギュアはどこのエリア。私が住民、あれ、あれ置いてるのはセーラームーンのエリアだ。ああ、でもあのこうやってポーチやってるやつは、そうだよね、それは、そう、あのドラゴンが置いてある。あっ、でもそっか、世界の街がいっぱいあるからってことか。あー、やばいぞ。やばい。問題は以上になります。それじゃあドキドキの答え合わせしていきましょう。やばそう。やばかも。どうかな、どうかな。じゃあまず1問目から5問目の答えが出ます。1問目から答え合わせをしてください。はい、 OK です。はい。あ、お、2700円だって、1枚目が。不正解だ。あ、1枚目が2700円か。ちょっと待って、11月1日、11月、豚。あ、15分。え、笠原県。ええ、待って、マリア一番合ってるんじゃない。4問正解。センターいただきます。やばい、センターいただきます。すいません、センターいただきます。 これバスじゃん。11月1日だから。3問正解だ、私は。豚だしから象だから違うじゃん。
30分だから違うじゃん。あれ、みんちゃん。この方しか当てないんだけど、やば。あれ、みんちゃん。一問しか当たってないんですけど、これで私もう80点以上取れ…もう、あ、ダメ？あ、わかんない。いや、絶対取れないわ、私。もう、もうセンターからもう絶対無理だ、私。追試？追試。追試？わかんない。みんなが誰も取れなかったら追試になるから。あ、そっかそっかそっか。わー、もうね、脇っちょもう確実です、私。やばい。いやいやいや、じゃあ次の、5問目からの回答お願いします。見えない。35分の1。30分の1だから違う。鴨志田シェフ、鴨志田シェフ当たってた。あ、住所は絶対違うでしょ。住所ソラヤン。あ、ソラヤン、ソラヤン当たってる。ソラヤン。空飲んだから違う。世界の街。世界の国だから違うわ。え、待って、全然当たってないかも、私。待って、何も当たったかな。私、全然当たってないかもしれない。で、1問、2問、そんなに当たってないの、私。お、やばいよ。はい、オッケー、把握した。把握した。はい、把握した。はい、それでは結果発表です。イエーイイエーイ。あ、ここで残念なお知らせがあります。80点以上は誰もいないので追試決定です。マジか。そんな。はい、もっと勉強してね、2021年の追試に臨みましょう。はい。あー、はい、残念、結果ですが、りんちゃん。あら。言うね、岡部りんさん30点。うぃ。小田恵里奈さん50点。おー、半分、半分取った。そして、第1位は、清水まりあさん70点。イエーイ。まあでもね。うわー、でもマリア惜しかったね。すごくない？すごい。あと1個当たってればポスターね、でセンターになってたかもしれない。ね、すごい。すごくない？すごい。でもさ、こんなことになるならさ、もうちょいボケとか入れればよかったね。確かに。確かに。真面目にやっちゃってた。ね、真面目にやってちゃんとみんな追試っていう。ね、でも追試は満点取れるように頑張ろう。そうだね。そうね。みんなで満点取って、みんなでしっかり移りたいね。そうですね。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ次はね。以上、スモールワールズテストでした。イエーイ。わー。イエーイ。それでは次の準備に移りたいと思います。はい。イエイイエイイエイ。うわー、さすがに追試はないと思ったんだけどな。追試になってしまったね。りんちゃんが30点ってさ、うん、しかもびっくりびっくり。じゃあ何見てきたんだよってね。そうだよ、レポ見たとか。ロケットの名前とかさ、あれ見てきたんだけど出なかった。的外れ。的外れでした。全然自分が勉強してるとこ出なかったな。悲しい。ということでね、うん、じゃあまあ次の曲を歌いたいと思うんですけれども、はい、24日にクリスマスイブに初めて3人で披露した曲なんですけれども、ちょっと1回だけじゃもったいないので、もう1回今日歌わせていただいてもいいですか。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。じゃあそれでは聴いてください。どうぞ。街に流れ始めるジングルベル、今年もあなたと会えないから、二人の愛はきっと Think of the star、永遠を信じて。
二人で写メと八幡坂忘れた日なんかない Every single day 永遠を信じていいですか来年も愛している聖夜の空あなたの幸せを願うの Happy Happy Christmas キャンドルに火を灯してずっと消える想い祈り続けよう聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあここでスペシャルゲストを呼んでおります。誰誰だ誰だ。では登場してもらいましょう。どうぞー。あーマリア、どうしようどうしよう。あーソラヤー、申し訳ねー。ソラヤンさん頑張って。ソラヤン頑張って。かわいい、かわいい。それが一番かわいい。かわいい、頑張れ。頑張って。かわいい。かわいい。頑張れ、頑張れ。頑張れ。音楽がかわいいね。おお、かわいい。あ、ぶつかっちゃう。歩幅。照明にぶつかっちゃうよ。歩幅。かわいい。歩幅がちっちゃいよ。歩幅テク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 。かわいい、きた。ありがとう、ソラヤ。ということで。はい、じゃあスモールワールズで大人気の関西国際空港エリアからやってきたソラヤンです。ソラヤン、ソラヤン、ソラヤンだよ。そう、さっきソラヤンに決まってるじゃん。あれ、ソラヤンだよ。ソラヤンに決まってるじゃんね。そうそうだよ、ソラヤンだよ。かわいい、さっき問題にも出た。ソラヤン、あ、ソラヤン、こちらへどうぞ。こちらへどうぞ。ソラヤンセンター来ていいよ。こちらへどうぞ。真ん中へ。ソラヤン、ソラヤン聞こえてるかな。ソラヤン、センターどうぞ。こちらへどうぞ。前に進む。あ、逆だよ。こっち、右かな。向いてそのまま歩いてもらって。あ、あらららら、逆かな。天然なのかな、ソラヤンって。右見て、右、右、回れ、右。もう一回回れ、こっちだよ。回れ、右。はい、こっちだよ。まっすぐ、まっすぐ。そっからまっすぐだ。黒いお姉さんのところに。こっちだよ。もっともっと。もっともっと。ほらほら。よしよし。かわいいよ。もっともっといいよ。もっともっと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 。
うちょっとあと3本よしじゃん、オッケー、おーかわいい。でそして前はですねこっちです、はい、あそこ、そこです、そこです、そこです、はい、かわいい、かわいい、かわいい、ありがとうソラヤン。ということでね、ここでソラヤンから私たち3人に質問があるそうです。 お、うん、お、ということでソラヤンからの質問は、うん、1個目がスモールワールズの好きなエリアはどこですかということで、はい、じゃあ答えましょうか。ソラヤン、あ、好きなか、ね、悩むね。私は、うん、もちろんあのさっきあの問題にも出たエヴァンゲリオンの、あの西東京じゃなくて違うね第三東京、新東京、新東京市が好きです。神奈川だもんね、神奈川県だから。そうだよね、そう、しかもそこに学校があるんですよ、うんうんうん、学校がで、いっぱい生徒がいて学生たちが可愛いので好きですね、私は。どうですか、私は、自分のフィギュアも置いてある世界の街エリアが好きで、うん、その中でも、中華街っぽいところがすごい綺麗で、うん、夜になると、だからそこかな。でもずっと行ってるよね、好きって。そう、ずっとあそこ好きなの、うん、確かにわかる、うん、あそこすごいよね。そうなの。りんちゃんは、好きなだよね、うん、もさっきさ上に行って見に行ってきたんだけど、やっぱりあのねクリスマスのあのちっちゃいサンタさんの格好した人があの雪のところにめっちゃブワーっているの可愛くて可愛くてしょうがなかったんだよね。だから今は世界の街エリアのあの雪が降ってるとこが私は好きかな今は。確かに。でももちろんね、うん、関西国際空港も大好きなの。あ、ね、もちろん、あ、もちろん、空ね、ね、空やん、ね、好きだよ、空港も好き、空港も好きだよ空港大好き、ね、空やんのことも好きだよということで、空やんから、また、もちろん、もちろん空やんグッズ持ってますよねって言われたんです聞かれてますね、私たち。まだまだまだ持ってない、まだ持ってないです。まだです、まだ持ってない、まだないです。ちっちゃくなっちゃった。これもしかしたらごめんごめん持ってない。あ、ソラヤンから、帰りに3階のお土産コーナーで売ってるので買ってから帰ってくださいストレートだな。買ってからね、買ってからね、買ってから。分かったよ、買います。分かった。ということでここでソラヤンからプレゼントがあるそうです。嘘、なにソラヤン、なになに、大丈夫、飛んでる飛んでる飛んでる、離陸離陸、あ、ソラヤンからのプレゼント。あ、なんか、なになになんで、これじゃあ一人ずつもらっていくタイプ。これ、なに、じゃあありがとうソラヤンありがとう、ありがとう嬉しい、なに、一人ずつ、一人ずつありがとうございます、いただきます。私方かわいい、かわいい私方の癖が、かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、待って、もらった、ありがとう、やった嬉しい、ありがとう、ありがとう嬉しい。お、じゃあ中見てみるか、ね、見てみるね。あ、なに、あ、ソラヤンだやった、ソラヤンのやった、かわいい。このソラヤンのミニチュアマスコットがなんと、関西国際空港に5体隠れているみたいです。嘘、そうなの。そう、だからぜひ皆さん探してみてくださいと、ソラヤンからです。ぜひ皆さん探してみてください。かわいい、かわいすぎる、かわいい。ということでね、ソラヤンはこの後別のお仕事があるため退場します。忙しいな、売れっ子じゃん、ソラヤン売れっ子、売れっ子だ、別のお仕事か、忙しいのでありがとうございます。ありがとう、ありがとう。じゃあソラヤンありがとう、スペシャルゲストはソラヤンでした。バイバイ、ありがとう、バイバイ、頑張れ。あ、左向いて、左向いて、OK、出ます、いけいけ、頑張れ、飛べ尻尾が可愛いソラヤン、りんちゃん雑だよ尻尾かわいい、かわいい、気をつけてね、階段テクテクソラヤン頑張れ、ちょっとね、階段降りるところが、また会おうね、またね、売れっ子だからね、もう、ね、かいちゃんお仕事頑張って、頑張れみんなで見守ってます、ね、今ソラヤンを、うん、バイバイ、ありがとう、かわいいで、ということでね、お、はい、嬉しい、かわいい、かわいかった、それかわいいね、
関西国際空港のキャラクター。へー、かわいいね。空港にキャラクターとかいるんだね。ね、いるんだね。あ、危ない、階段危ない、頑張れ、心配心配もうファンの皆さんもソラヤンしか見てないから、ね、今主役、今主役、ね、今主役です。愛おしい、ね、みんなでみんなでバイバーイソラヤン階段降りただけで拍手されていいな。ねえ、かわいい。エイト君も呼びたいな。あ、呼びたい。エイト君ね、どうするかな。エイト君も呼びましょう今度ね、うん、じゃあリンちゃんお願いします。頼んできてください、リンちゃん。エイト君にね、うん、はい、じゃあ一回ね、いただいたプレゼント、はい、あ、じゃあ私からお知らせなんですけれども、ですね、クリスマスイブのライブの時に告知をしたんですけど、こちらのスノードームを配信前に3人でなんと作ってきました。イエーイ、作りました。はい、もう作りたてほやほやだよね、うん、みんなで選んでこういう配置にしようって言って作ったんですけど、うん、こちらを視聴者プレゼントいたします。で、こちらは24日から26日の3日間の累計ポイントランキング1位の方にプレゼントさせていただきます。 おだいりが作ったんだよね。選んだのはみんなだけど、そう、おだいりがつけてくれたのはおだいりですよ。かわいいね、かわいいよね、うん、では、じゃあそのこれをね、ゲットできる1位の方の発表をしたいと思います。では、発表します。三角おむすび群馬ニアさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いらっしゃる、いらっしゃる、ありがとうございます。じゃあ三角おむすびさんにこちら3人のフィギュアのスノードームをプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。出た。ではね、来るよ、もういよいよ終わりが近づいてきました。はい、次の曲がなんと最後の曲になってしまいます。ねえ、ではじゃあ準備しましょうか。準備しよう。準備え、声の高さどこ、高め高め、あ、OK、 OK、 大丈夫そう。うん、オッケー。それでは皆さんにとって素敵なお正月を迎えられるようにちょっと待って真剣に真剣に真剣に、最後の曲だからね、今年の配信最後の曲を歌わせていただきたいと思います。それでは皆さんにとってちょっと待って、無理だちょっと待って気持ちは分かるよ、ちょっと待って、頑張って、皆さんにとって素敵なお正月を迎えられるようにという気持ちを込めて歌います。しかもなんとアカペラで歌わせていただきたいと思います。あ、どこどこ、ちょっと、ここだね、ここだね、うん、もういくつ寝るとお正月、お正月にはタコあげてコンハを回して遊びましょう、早く来い来いお正月。2番、もういくつ寝るとお正月、お正月にはマリついて、おいばねついて遊びましょう、早く来い来いお正月。イエーイ、イエーイどんなすごい歌が来るかと皆さんドキドキしたでしょうけどね。なんか泣いちゃった。どうして泣いてるの、大事。なんか本当に泣いてるんだけど、なんで？なんで泣いてるの、大事。今の時間何？もう台本見た時点でめっちゃ笑ってたもんね。台本に忠実にね。うん、
ね、お正月の歌を皆さんに届けて、楽しかった、大号泣じゃん、楽しかった、ね、楽しかった ね、 楽しかったね、皆さん良いお正月を過ごしてください、はい、願っています、いい2021年になるように、あ、かけとくか、そうね、ということで、ということでだよ、今日の配信はこのさっきの歌での最後の曲だったのでもう終わっちゃうんですけどラストだよさっきのがね、はい、でもう2020年の私たちアンバサダーとしてたくさん配信来させてもらったけど、うん、今年はもうこれが今日が最後ですけど、うん、どうでしたか、楽しかったね、泣いちゃうくらい楽しかった、涙を流すほど、なんかレストランのご飯も美味しいし、うん、なんかね、スモールワールズって本当に最高だなって思います、泣いている、また来年もよろしくお願いします、よかった、ありがとうございました、はい、私もなんかアンバサダーになってからここに来ることが本当に増えて、なんかキッチンの皆さんとも仲良くなれちゃったし、ファンの皆さんとも仲良くなれた気もするし、配信でもねたくさんコメントいつもいただいたり、すごいなんか、うん、今年どうなっちゃうんだろうって思ってたんだけど、こうやってスモールワールズに来ることによってなんか毎日が楽しくなったり、皆さんに会える機会が増えたりしたから、すごい毎日楽しいなって思うことが増えました。だから本当今日もこうして小田も涙するぐらい楽しい配信ができて本当に楽しかったです。皆さんいつもありがとうございます。来年もぜひここで会いましょう。ありがとうございました。もうマリア全部言ってくれるじゃん言って最後にもう全部こ込められてるよ、もうマリアが言ってくれたことに。でも私もスモールワールドジオラマとか見るの好きだったから、こうしてお仕事としてここに来れるのもすごい幸せだし、どん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 新しいなんかフィギュアがどんどん増えていって、この上のエリアのところに、うんうんうん、だから、ね、年間パスポート持ってる方はちょこちょこ訪れてくれたらどんどん変化していくこの世界観を楽しめると思うので、皆さん私たちがいない時でもいろいろここに覗きに来てこのスモールワールドを楽しんでもらえたらなと思います。私も個人的にも、まあ、アンバサダーとしてここ来れるのも嬉しいし、 AKB48 の一メンバーとしてもこうやってファンの皆さんと会える場所をここでこうなんかできたっていうのがすごい嬉しいなと思うので、みんなでねここの世界観をなんだろう、スモールワールズも大切にしつつ会える場所も大切にしていきましょう。皆さんよろしくお願いします。本当嬉しいね、幸せです。はい、ということで次の配信は2021年1月11日の配信になります。あ、その配信が2021年の初配信になります。あ、そうなんだ、すごいね、私たちが初めなのね。やった、え、嬉しい、嬉しい、やったー、やったね、嬉しい。はい、ではですね明日も未来ステージスペシャルライブをお送りいたします。明日の出演はいつも AKB48 の曲を作っていただいている井上芳正さんです。はい、ゲストさんもいるらしいです。はい、では毎日配信小さな国チャンネル、皆さんフォローと SNS でのシェアをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。おー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 、突然かっこいい、いいな、似合う。バイバーイ、良いお年を、良いお年を。